はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたしますね。はい、ちょっともう一回やり直していいですか。おはようございます、こんにちは、こんばんは、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたしますね。言えた。はい、別にそんなに早口で言う必要ないんですけども、はい、なんか勢いでシュッていきたいなってことで、はい、はい、別にやり直す必要なかったな。はい、ね、まあこんな感じで元気に動画撮っていきたいと思います。で、今日のお話はですね、ちょっとまあ常日頃からね、結構多くの人に思ってることが僕はちょっとありまして、どうしてもちょっとそれをね、まあせめて僕の動画を見てくれるリスナーさんだけにでも伝えたいなと思って、ちょっと話したいと思います。はい、タイトルつけるんであればこんな感じです。ちょっと待ってくださいね、しばらくね、長時間触ってないとね。あ、これです。え、思ってるよりも伝わらないぜっていう、はい、いや違うな、思ってるよりも伝わってないぜ、よいしょね、はい、的なタイトルですね。思ってるよりも伝わってないぜっていう、はい、どういうお話かと言いますと、まあ、コミュニケーションとかね、まあそういう意思の、まあ疎通はなんだ、まあなんだ、こういうの全部ひっくるめなんて言うんだろうな。まあコミュニケーションか。コミュニケーションでいいですか？はい。いいよな！うん、コミュニケーションの時にですね、人とコミュニケーションを取る時に、まあ僕たち人間は言葉を使いますよね。はい。まあ身振り手振りとかもありますけど、まあ、言葉で、コミュニケーションを取るじゃないですか。基本的にはね。はい。で、まあ、人と話すときに、まあ、いろいろ、まあ、どんな話し方でもいいんですけども、すごい僕気になることがあって、会社でもそうだし、友達と話しててもそうだし、まあ、これは家族と話しててもそうだし、やべえ、宅急便の通知が来てるぞ。誰と話しててもそうなんですけど、こういう人すごく多いんですけど、なんだろうな、その、なんで分かってくれないのみたいな、人いるじゃないですか。これ多分、どこの世界にもいると思うんですけど、なんで分かんないかなっていう人。はい、もしくは、なんか、伝わってる体で話す人。うん、ちょっとここちょっとニュアンスすごく難しいんですけど、まあちょっと察してください。なんかその、こっちの言いたいこと分かってるでしょぐらい。むしろこっちの言ってること分かってるよねぐらいの手で話進めてったり、まあそういう考えでなんか人とコミュニケーションを取る人。うん、思ってるよりも伝わってないぜっていうね、それが言いたいんですよね。別にこれ愚痴とかじゃなくて、これ本当にね、大いなる勘違いをしてる人がね、めちゃくちゃ多いんですよ。意外とその、自分たちの思ってることを相手に伝えるのって、難しいんですよね。本来は。はい。で、まあいろんななんかその身振りだ、言葉だとかでね、自分の意思を相手に伝えようと、まあ、躍起になってるわけだけど、僕たちは。全然伝わってないんですよ。いや、本当に。うん。大抵の人が、相手に、例えば、じゃあ、100あるうちの、いくつ伝えられてるかって言ったら、大抵の人が多分、3割ぐらいですよ。伝えられてるのって。うん。いや、すげえシンプルなことだったら、またちょっと別かもしれないけども、うん。何か自分の思いを相手に伝えるって時に、もう 100% 完全にね、伝えきれてる人なんて、もう多分本当にね、一握り、一つまみいるかいないかだと思います。ほとんどの場合は伝わってない、相手に。うん、ある大雑把なその外角だけは相手にも伝わるだろうけど、まあ大人と大人の会話だったらある程度はね。だけど、本当にふんわりとした部分しか相手には伝わってないっていう風に、思いながら会話した方が僕はいいと思います。じゃないと、なんでわかんないのっていう人っているじゃないですか。いや、わかんないよっていう、うん。それぐらい相手に何か伝えるのってね、難しいんですよ。うん、で、すごくもどかしいしね。本来そうだと思うんですけど、
よくそれで伝わってると思ってるねっていうレベルの会話をする人いるじゃないですか。うん、なんて言ってるのかな、これディス見たくなっちゃってるんだけど、そうじゃないんですよね。もう伝わんないのが当たり前なんですよ。人のあの言葉と言葉ぐらいじゃ。うん、そんなのね、当たり前なんだけど、普通さ、普通こうじゃんっていう人とかね、なんでわかんないの、普通こうじゃんって、うん、いやお前の普通なんてね、他人からしたらまるっきり普通じゃないからね、でお前の中の普通とかね、培ってきたものを、こんな50音の言葉っていうかね、文字の組み合わせで伝えられるわけないんですよ、うん、なんかそれに近づけることはできるかもしれないけど、難しいんですよね、ほんと言葉って。だって今のところわけわかんないことになってるでしょ、多分みんなハテナ浮かんでると思うよ、頭の中に、うん、ね、そんなもんなんですよ、うん。僕が結構言葉足らずなのとこもあるんで、さらに今拍車かけてると思いますけど、みんなのクエスチョンに。だけど本当に日常でどこの場所に行っても会話聞いてると、うん、伝わってないと思うよ、うん、相手は意外と、うん、みんな、なんか言ったこと全部相手が理解してる、なんか気になっちゃってる人がすごく多いんですよね、うん、そんなね無理なんだよ、言葉でそう相手に全部伝えるっていうのはね無理だと思う、うん、近づけ、何回も言うけど近づけることはもちろんできますけど、 100% 自分の気持ちを相手にスルッと入れていくっていうのはね、なかなか至難の技だと思いますよ。だからその思ったよりも伝わってないんだっていうことを理解して、俺はコミュニケーション取っていった方がいいと思うんですよね、うん、なんかすごいね伝わってる気になっちゃってる人が多くて、うん、だからいろいろちょっとなんかってことが起きるんだろうなっていうふうに思うんだよね、うん、なんでみたいな、いや伝わってねえからだよみたいなシーンってすごくないですか、うん、なんでなんだ、なんとかって私言ったじゃんみたいな、うん、相手はそれで全部伝わってるつもりなんだけど、いやいやそれだけ言われてもこっちわかんないからっていうことってすごくあるじゃないですか、これは会社でも日常でも、うん、でもこういうね、なんでなんでっていうことって伝わってるつもりにさえなってなければあんまり起きないと思うんですよ。最初からああふんわりは伝わったかなぐらいにしか思ってなければ、多分そんななんか、うん、土壇場とかでなんでこの前こうって言ったのにっていうことって起きないと思うんだよね、うん、あそっかそっか、あんま伝わってなかったんだなっていうふうに思うだけじゃないですか、そういうふうに思っておけば。あ難しいなコミュニケーションってでね、うん、むしろ反省すべきは伝える側だと思うんですよね。伝わんなかった時になんでわかんないのとか、なんで伝わんないのみたいな、なんだかってこの前こうって言ったじゃんっていうのって反省すべきは絶対自分なんですよ本来は、うん、いやこうって言ったじゃんじゃなくて、じゃあどうやって言ったら一体もう少し伝わったのかなとかね、ああそっか私の言葉は僕の言葉が足りなかったなって、あれじゃ伝わんなかったのかっていう反省の方が欲しいよね本来は、うん、そうだからすげえ結構意外とみんなやっぱわがままなんだな人間って言って、もう俺ももちろんそうだったけどね、うん、でそういう時も未だにありますし、いやなんで伝わねえんだよって言っちゃう時もたまにあるんだけど、いや伝わんなかったのは自分の技術不足だよねっていう、うん、はあ、そう、それにちょっとね気がついてほしいなっていうことで、ちょっと今回ねむちゃくちゃちょっと僕もこれどうやって説明していいかすごく難しくて、なかなかちょっとめちゃくちゃな動画になっちゃったんだけども、とにかくね意外とね相手にね言葉って伝わってないよ、うん、ね、だからもうそもそも伝えきれてない体でいた方がいいと思いますよっていう、うん、そうすると伝わってなくてなんか間違いすれ違いが起きた時に、あそっかあれじゃ伝わんなかったかと、うん、じゃあどうするかな、説明の仕方もっとどうするかなっていう風に改善する余地が生まれますから、なんで伝わんないんだよって相手のせいにしちゃうと、もうそこで正直言って思考停止ですからね、思考すべきは自分のね、コミュニケーション能力というか技術についてのはずなんだけど、なんで伝わんないんだっていうことを考え始めちゃうとまた違う方向に歩んでっちゃいますから、はい、なんで伝わんないんだじゃなくて、どうして伝わらなかったんだろうっていうふうに
まあ、進んでくれると世の中もっとスムーズになるんじゃないですかっていう、特に会社はそうですよね、はい、なんでわかんないのって、うん、よく言ってる人いるけど、うん、いやなんじゃもう横から横やり入れたくなる、じゃあなんでわかるように伝えられないのって言いたくなっちゃうんですよね、うん、そういうことなんですよ。結局あの伝わらなかったのってね、まあ、両成敗じゃないけど、うん、僕は7、伝える方側が7悪くて、むしろ伝えられる方側が3悪い、うん、ぐらいの感覚なんじゃないかなって思うよっていう、うん、会社では特に伝わらなかったら自分のせいかっていうふうに思ってくれる人が増えたらいいよね、うん、ストレスがもう少しみんなきっと減るよね会議とかね、なんか打ち合わせとかね、言ったじゃんこの間打ち合わせでみたいな、あんな打ち合わせで何が伝わんのみたいな、分かってんのお前だけでしょみたいな打ち合わせとかあるじゃないですか、はい、だけど打ち合わせとかでそういう発信した側はもうそれで全部伝え切ったつもりになっちゃってるんだよね、伝わったっていうつもりになっちゃってるんですよね、うん、はい、だからあれがもう少しね自分の方に、ああ伝え方下手っこいたっていう風になればね、なんかもっとみんなのそういうコミュニケーションとか伝達能力向上してっていいんじゃねえかなって思うけどね、特に事務職はそうですよね、はいっていう風に思う動画です。コミュニケーションって難しいねっていうね、お話でした。はい、というわけでまあリスナーさんの皆様、特に人の上に立つ立場の方々あいらっしゃいましたら、ちょっと自分の伝え方の方をなんかいろいろとちょっともっと、まあ、考えてみてどうかなって、今うまくいってるかなってところからちょっと始めてみると部下から好かれるかもよっていうお話でした。はい、そろそろ宅急便来ると思いますんで、さよなら。